千住滝を後にして、赤目誤爆の一つ布引滝を目指します。橋を渡ると、私を待ち受けるように弘法大師禅城の岩屋護摩の岩屋があります。下から眺めると、岩壁をくり貫いたように見えるところがその岩屋です。早速登ってみました。急な石段を登ったところが、弘法大師が護摩を納めたと言われている場所です。格子から垣間見ると、そこに石仏が祀られていました。これは岩屋から見た風景です。弘法大師も見られたであろう風景です。さて、WSTVは次の布引滝を目指します。しばらくは石で組まれた道を登ります。その途中に天狗中岩の標識、この岩は柱状節理の一種で、溶岩が固まって冷えるときに溶岩の体積が縮むためにできた規則的な割れ目で、まるで柱のような形をした岩の塊です。左右の分岐点です。この左の下りの道の先に布引滝があります。布引滝には伝説が残されています。昔、この地方の豪族の娘紅姫が紅葉狩りに出かけ、赤目渓谷の紅葉の美しさに見とれていると、突然あたりは花が咲き乱れ、花の精が舞い踊る景色になっていました。紅姫も一緒になって踊りました。ふと気がつくと、切り立った断崖絶壁の上に一人立っていたのです。下る道もなく、途方に暮れ神様に祈りました。さて、姫の運命はいかに。伝説をお話ししていると、ちょうど布引滝の前に着きました。まるで布を上から下へ垂らしたような見事な滝です。布引滝は赤目誤爆の一つで、高さ30メートルから1畳の布をかけたように落ちる滝のその美しさは、赤目の滝の中でも際立っています。全国各地に同じ名前の滝がありますが、赤目の滝はその代表格です。滝壺の深さは30メートルほどあると言われています。
硬い岩をえぐってできた滝です。順路ではその布引き滝を上から見ることになります。急な石段を登ります。さて、布引き滝の伝説の後編です。紅姫が一心不乱に祈ると、やがてどこからともなく、もみじの枝で百尺の布を織りなさい、その布を垂らせば帰れるだろうと神様のお告げが聞こえ、旗織り機が現れました。姫は神のお告げ通り、もみじの枝で布を織り上げ、それを垂らして伝え降りることができました。下に降りた姫が振り返ると、垂らした布が一条の滝となっていました。このことから布引き滝と呼ばれるようになったと伝えられています。なるほど、興味深い言い伝えです。ちょうどここが布引き滝の真上です。伝説ではここに紅姫が立ったわけです。次回は、すがり富士滝までの道を紹介します。